さあ遠藤どうか、2球目打って1・2塁間を破りました。先頭バッター出ました。バッターボックス吉川尚輝、変化球打ってこれも1・2塁間を破りました。同点のランナーが出ました。ノーアウトランナー2塁1塁、迎えるバッターは4番の岡本和真です。さあ土壇場、舞台は整って4番の岡本、入れてますね遠藤。そうですね、もうここで力を抜けっていうのは多分おそらく無理なので、はい、あとはもう23歳遠藤、プロ初完封目前ですが、ノーアウトランナー2塁1塁、変化球抜けた、ノーアウト満塁。昨シーズン 3A で投げていましたマウンド上のターリー、ワンボールツーストライク、追い込まれたのはポランコ、止めました。1点差、1点差になりました。ガッツポーズポランコ。さあ一気に同点、そして逆転サヨナラのチャンス。ジャイアンツは中島、カープ前進守備、こういう場面でのベテラン選手っていうのはキャッチャー的には嫌な感じがしますよね、はい、そうですか、割り切って狙い球を絞ってきますので、遠藤呆然、カープ逃げ切ることできませんでした。最後決めたのはベテランの中島。試合終了でございます。本日の試合は3対2で、ドラマが待っていました。勝利投手勝利投手中島は過去これまで7度サヨナラ打がありましたが、ジャイアンツ移籍後はこれが初めてのサヨナラヒットになりました。自身としては8度目、ジャイアンツに来ては初めてのサヨナラ。まあ遠藤としては悔しい形になったんでしょうが、最後はジャイアンツのこの集中力でしょうか。そうですね、本当に最後まで諦めることなく、あとはもうメルセデス投手がですね、いいピッチングをしてたっていうのはもう野手みんな分かってたと思いますので、なんとかこう、まあ、もちろん勝ち星はね、つかないっていうのは分かってますけど、こう逆転するんだっていう気持ちが現れてましたよね。